鈴木春山高下3年うる5月10日は、江戸時代後期の兵学者、三河国田原藩の藩位。日本で初めて西洋兵学書の翻訳を行った人物として知られる。署名は、春蔵、春次郎、春次郎。通称は春山、意名は、京、ジオ地京、豪波道保。田原藩藩位、鈴木玄疫と蕎麦園の間に生まれる。 幼年期を、園の里方、厚見郡浦村の外祖父、八木里氏左衛門の宅で過ごし、後に、塩谷党院から、疎開公立にして小説にこう貼らずと称された、春山の自由で形式ばらない性格は、反応反漁で、野生に、富無保村での環境が影響しているという。要望は醜く、そのことで近隣の子らにからかわれたが、そうしたことも意に返さなかったという。 文化11年、14歳で、三河国岡崎の6ともに住む医師あざやさやまに入門し術を学び、文化13年には16歳で、藩校、成明館に入り文部の道に励んだ。文政初年には、江戸に出て、儒学者の浅川前安に学んでいる。さらに、文政3年、20歳で、長崎へ留学し、乱位の下で、西洋医学を学んだとするが、 確証となる資料が存在しない。文政6年、春山は24歳で、田原城北川の角城脇の自宅において、医者として開業した。この頃から、成明館でも、儒学の指導を開始している。鈴木春山の自宅兼診療所跡。田原城北、現在は、田原中学校グラウンドの一部。天保元年。 失火により全焼したため、白草門脇に移転した。文政9年には、九州方面に旅に出たようで秋に、文母国北の管理園に赴き、受学者の広瀬丹僧に面会している。その後の足取りは不明だが、文政11年には本人によると、丸1日で、長崎から北まで歩いてたどり着き、 2月13日から7月25日まで、寒気園に入塾したことが確認できる。春山は、母の出身身分が低いであるため、諸子扱いを長く受けていたが、文政12年、29歳で、初めて範囲の着手として認定された。翌文政13年9月には、毎月6度ずつ藩主、三宅や砂尾の午前で進行するよう命じられた。 その後江戸に出て、11月17日には、田原藩の菅も下屋敷で当時田原藩隠居であった、三宅智信とその川洋人であった、渡辺火山に初めて対面した。春山の九州の旅話を火山はとても気に入っている。この後、春山と火山とは、反省や解剖問題などでも親しく意見を交わすような深い間柄となった。天保2年に一種として、 定発を願い出た際には、藩主から藩主であるからと許されなかった。この頃の春山は、成明んの正式な教授として任用されるなど、受学者としての勤務も含まれていたためである。同年、藩主の庭長兵の姉、厚氏を妻に迎えた。天保5年、春山は、藩主、三宅屋直の爺となり、天保6年2月に安直の参勤交代に、 伴えしての江戸行きを命ぜられたとき、ようやく停発を許された。この頃に二度目の長崎留学を行ったという説も、あるが、他の記録上の江戸詰めの時期を考慮した場合、確実性にかけ、立証できない。一方、洋楽研究者の佐藤紹介は、春山が、この時期に、田原藩の菅も島屋敷で、三宅と信や高野長英、尾関三英らが行っていた。 蘭学研究に本格的に加わり、特に長英からオランダ語を本格的に支持し、これが両者の後年の深い結びつきにつながっているのではないかと推測している。天保8年1月、天保の基金が田原地方にも及び、春山は渡辺火山の指示を受けて、範囲、中村元気とともに、阪内村の病人治療を命ぜられて、江戸から帰国した。 この時4ヶ月にわたり救済診療に力を尽くし、結果として、藩領内からは一人の死者も出さなかったため、功績を称えられ、藩主から報奨を受けている。同年11月、東宮伯が隠居し、春山は37歳で家徳を継ぐ。春山の診療範囲は広く、吉田藩領、岡崎藩領など、他の領地まで及んだという。天保9年、春山は、 江戸での医学修行を許されたが、父具博の病気のため見合わせていたところ、同年11月14日に、具博は67歳で死去した。天保10年4月9日、春山が安直の参勤に伴って江戸詰めとなって間もなく、同年5月14日、万社の獄が起こった。渡辺火山が捕らえられ、長英は逃亡、尾関三英は自害し、春山も、 自宅の乱所などを押収されたものの、春山自身は、逮捕を免れた。5月18日、春山は偶然にも自主前の朝礼に会い、獄中期、鳥の名音と工事を託されたという。春山は、江戸で火山救済のために奔走し、例えば事件を受けて出布した田原半主、伊藤宝山と共に、掛川半主である塩谷桃院と合議でどこかへ救援を依頼する。 書面の作成を格作したり、牢内の渡辺火山と手紙をやり取りするなどしていることが火山の外遊である、椿沈山の晩舎の極についての書き留め録、麹町一見日録に見える。その後火山が窒虚のために、国元田原に護送された際には、先立って帰郷し、獄中での衰弱を回復すべく治療にあたり、画商を紹介して火山の画を樹、 話し相手となり時に元気づけるなど、積極的に世話をした。しかし、こうして、春山が国事犯で実居中の火山と堂々と交渉を持ち、救援していることを藩内にはよく思われていなかったようで、隣藩、吉田藩の吉田前夜は、田原には困った山が三つあるとのこと。火山、春山、今和人は近年お抱えの住者であるという風文が流れてきたことを書き留めている。 結局、春山は、天保12年の夏頃には出布し、火山を寂しがらせている。10月11日、火山は湿気していた時程で自害した。春山は、江戸でこれを知り、10月27日、万社の極の際の救援活動で地遇を得た、火山の死で、儒学者の松崎弘道にこのことを報告している。流泉寺にある鈴木春山一家の墓。 中央区が春山の破壊し、火山の没後の天保を13年9月17日、アヘン戦争の方に接した春山は、友人の三河吉田藩士、柴田伊助への所管で、聖人が新国の各拠点を占拠している旨を述べ、こうした情勢が火山の警告した通りになっているとして、その死を惜しんでいる。これ以降、春山は、閉学衝式などの閉学書の翻訳に、 積極的に取り組むようになった。翌天保十四年頃には、老中で、浜松藩主の水野忠国から後に、三平党、ことも育の原本となった三浦県の乱訳本の翻訳の依頼を受けた。天保十五年旧暦九月、春山は、江戸詰めとなり、西洋の兵学書の翻訳に本格的に当たることとなり、こうした中で、兵学書式や、 三平活法などを訳出するが、洋楽研究者の佐藤紹介によると、この翻訳には当時脱獄中であった高野長英による翻訳や過失、訂正が多く含まれているとのことである。春山は、江戸に潜伏した長英と連絡を取り、隠れ家の世話をするなどしていた。若縁寺墓地にある春山墓碑。碑文は、塩谷桃院、天学は、朝野長祖による。 しかし、こうしたさなかの効果3年5月、長地伏にかかって死去した。去年46歳。意外は、江戸、小石川原町の若園寺へ、威発は、田原、流泉寺に葬られた。春山の翻訳事業は、高野町営に引き継がれ、三平等、ことも育として結実した。大正2年、生前の功績で、生後位に助せられている。範鈴木家は、 春山の五代前の現役から、田原藩の寺院として仕えたが、その祖先は、石山本願寺に牢城して、織田信長と戦った、西賀州の伝説的な軍師、鈴木重之であると自称している。母、縁は妙高人とされるほど浄土真宗の特進者として知られる。また、妻、厚志の間には四人の子を設けたものの、いずれも女であったため、春山死後に、 終わり大国霊神社の士官、川口公優の公用紙に迎えて、春山を名乗らせ、長女、金牛と目合わせた。金牛は、維新後、名古屋に出て、熱心なプロテスタントとなり、安婆さんと称されるほど伝道に励んだ。その長男、鈴木斎造は、太平洋戦争期までの名古屋県の主要紙の一つだった、不創新聞の創業者となった。ありがとうございます。